ちが外側。これが細いやつですよね、このエスター線。うん、細いやつ。おはようございます。川添のさんです。はい。今日はですね、キュウリの下の子づるの誘引をしていきました。はい。前回うちはつるおろし栽培というお話をしたんですけど、1本のキュウリの木から4本の子づるを出して、それにキュウリを鳴らしていくんですよね。だから前回は親の摘心をした後にこの子づるが4本伸びてくるんで、それをクリップで留めていくんですけど、去年は、はい、2本こっちに出さなかったんですよ。1本こっち、1本向こうに出して左右に振り分けてたんですけど、こっちの方が管理しやすいですね。2本同時にこっちで、また上が伸びたら次は逆側にこうやって誘引していきます。はい、で高さの調整はですね、こうやってこのパイプにエスター線を止めてるので、はい、これ高さがね、もう自由に調整できるんですよね。はい、だからこのくらいの高さの位置で次はこれを下げればいいんじゃないかなと思います。こっちはね、下の子づるの方なんでだいぶ下げてるんですけど、はい、左右こっち、反対側はここら辺の高さで次は誘引していきたいと思います。もうね、でもその頃にはこれもだいぶね、高さが伸びてくると思うんで、はい、伸びたらこれを徐々に上げていくっていう感じですね。はい、もうね、キュウリが鳴り出してるのとかあるので早いですね、回転が。キュウリはミニトマトの作業がね、終わったかと思ったら、もうキュウリがね、どんどん伸びていって、あ、こっちも倒れてるとかね、結構バタバタすることがあるので、まあ、なるべく作業は早めにやっといた方がいいと思います。よかったら参考にしてみてください。またね、反対側のキュウリの子づるが伸び出したら、アップしていきたいと思います。はい、ということで、またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。あ、ちなみにですね、このクリップで留めるときは外側に出してます。キュウリをこのエスター線の外側に出してクリップで挟んでます。はい、こんな感じです。それじゃあ、バイバーイ。はい、ちなみになんですけど、こちらのエスター線、はい、去年はですね、もうちょっと太い、こっちの太いやつで栽培してたんですよね。少し見えづらいと思うんですけど、こっちの丈夫なやつです。ただ太いとこの茎とこのエスター線を一緒にクリップで留めないといけないので窮屈になってしまうんですよ。窮屈になってしまうとつるを傷つける恐れがあるので、僕はこっちの細い方で問題ないじゃないかなと思います。はい、切れるってわけでもないし、こっちの方がゆとりがあるというか、はい、ここに隙間ができるんで傷をつける恐れが、こっちのリスクの方が低いと思うので、よかったら参考にしてみてください。以上です。